泳がされたり、こう前に出されて引っかけさせられたりっていうのがあるんですけど、こうなった時にどう対応するかで結果が変わるとこをね、やっていきたい。皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、バッティングで泳がされたり引っかけさせられたり、その原因と対処法、これをね、詳しくやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。差し込まれたり詰まったりとかっていうのをね、よく動画で出しているんですけど、この逆で泳がされてしまったりとか引っ掛けさせられてしまう、でこれをね、原因と対処法っていうのをね、今回やっていきたいと思うんですけど、まず一つ原因があるとしてはタイミングですね。タイミングが早く取りすぎてしまっている。遅く取るか早く取るかっていうと、やっぱり早く取った方がまだいいと思うんですけど、その時にその対処法っていうのを分かってないので、そういう結果になってしまっている。あとですね、距離感、前からこうね、キャッチャーミットまで来るので、この縦の距離感、この距離感というところの見え方の差が出るっていうのが、まあ一つあると思うんですけど、これはですね、ストレート待って急にチェンジアップが来た時とか、まあカーブとかスライダー、変化球が来た時ですね、の時に泳がされたり、こう前に出されて引っ掛けさせられたりっていうのがあるんですけど、こうなった時にどう対応するかで結果が変わるとこをね、やっていきたいと。まずですね、タイミングが早かったり距離感がつかめずに前に出されてしまった時、皆さんがよくやってることっていうのは、引っ掛けさせられたり泳がせられたり、前に来た時に、あ、前に、あ、やばいってなった時に、こうやって振ってしまって、ボンボンこう引っ掛けたりとか、アウトコースのこう引っ掛けてしまったりとか、これ全部共通するのは、全部スイングが横のスイングしてしまっている。で、なぜかというと、体を回転させてしまうんですね。距離感が取れずに、遅いボール、曲がるボール、落ちるボールが来た時に横のスイングするっていうことは、速いストレートをこういうふうに打ったりとか、こういうイメージがあるので、ああ、遅いボールでしたになってしまってるんで、横振りをしてしまうので、引っ掛けさせられたり泳がされて、ポーンとフライ上げてしまったりとかっていうのが、まずまずの原因になってきます。で、そこの対応として頭の中に入れておくだけで、体がね、動くようになっていくと思うので、こうね、やっていきたいと思うんですけど、普段はですね、ストレートに対してもこうね、レベルスイングとかね、ダウンスイングの不要でこうバチーンとこういう風に入っていく。ただ遅いボールが来た時、曲がるボールが来た時っていうのは、体のこの軌道のまま振りに行くんじゃなくて、バットを手から離すイメージですね。片手一本で打つイメージになれば、スイングの軌道っていうのは縦振りの軌道になります。もともとその遅いボールっていうのは、落ちるボールであったり、曲がって落ちていく、まあ、落ちていくボールですよね。で、落ちていくボールに対して横のスイングの軌道で入れていくと、やっぱ接点ってなかなかあるんですね。でも落ちていくボールに対してバットが下からこう入ってくる動きっていうのは接点がありますよね。なので、接点があるスイングに切り替えるっていうことが大事っていうことですね。で、これは練習をね、しっかり積んで自分の体の中に叩き込む、もしくは頭の中にそれを理解をして入れておくことで、体がそういうふうに動いていくれるということですね。その使い方さえも知らなければ、まあ、まずできないわけで、もちろん公式っていうのもあるんですけど、やっぱ軟式野球されてる方に多いんですよね。こういう横掘りした結果、こうね、ボテボテゴロになってしまう、わーっと結構多いですよね。で、それは落ちるボールに対して横振りをしてしまうので、ボールの上に当たりやすくて、こすったようなボールの上でこするような当たりになってしまうので、こうボテボテのゴロになってしまう。逆に公式は硬いボールで跳ねないので、こうファールになってくれたりする時もあるんですけど、軟式の場合は下に落ちるとこう上に上がってしまうので、なかなかファールになるというよりは、こう上に上がってどん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 フェアゾーンの上でこうなることが多い。軟式こそボールの下に入れてあげて、乗せてあげるようなポンって打つだけで、ゴロじゃなくてこうライナー性の打球が生まれたりとか、または間に落ちてくれたりとか、これをやってみてください。まずね、引っ掛けさせられて泳がされてて、横振りのスイング、皆さんがよく経験があるスイングですね。打っててこういう感じですね。ちょっと大げさにやってますけど、こういう感じですよね。力がね、伝わるところが抜けたところになってきて、で、手首が加熱するしか方法がない状態。じゃあこれを練習法として、片手で振る練習をしてみましょう。で、片手で振るプラス、ボールの下に入れていく練習、まあ縦振りですよね。よくでも縦振りといってもね、普段のスイングは縦振りの人らはやりやすいですよね。でも普段のスイングは上からダウンスイングの要領で振る人たちも、で、このこれの意識を持つだけで、ああやばい、タイミングが早かった、前に泳がされると思った時に
ポンという対応ができるようにっていうことで、もともと上からスイングする人でもそこの低めに来た時は対応するという理解を持ってやることでやっていけるということなんで、片手で下からこうボールの下に入れてあげるという練習をしていきます。こういう感じですね。体の使い方として覚えておいた方がいいので、こういう練習も必要だと思うんですね。今のところで意識しているところ、体を回さないということなんですよね。体を回してしまうとどうしても、ね、力の伝え方が横になってしまうので、その原因で横になっている人もいると思うので、なるべくこの体重移動、これを意識して拾うようなイメージですかね、やるということが大事ですね。で、あとはですね、この両手で握っていることによって手首が勝手に変えてしまう、変えてしまうので、なるべくこの片手で振る、この意識も大事ですね。バットの面をそのまま出していくようなイメージ。じゃあどうやって練習していくかってなると、投げてくれるチームの人に5球投げてもらううちのどっかのタイミングで緩いボールで低めのボールを投げてもらって、まあ、これはストレートですね。もう今のもですね、遅いボール、速いボール、はい、この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと質問等あればコメント欄の方にどんどん書き込んでください。兵庫オープンボーイズの新入団選手も募集しております。動画の概要欄にホームページの URL が貼ってありますので、そちらもご覧ください。次回もお楽しみに。それでは失礼します。